王と越見するゴーティエ・サンザ・ボワール、ゴーティエ・サンザ・ボワールあるいは、ゴーティエム参考、ムイジモンのゴーティエは、11世紀後半の、フランス北部出身の騎士で、民衆十字軍の指導者の一人。その出生地や経歴は不明。ノジャンのギベールによれば、セーヌ川を越えたところで生まれ、ボワシーの領主、ゴーティエのいとこで、フランス北部のボワシーイコール・サンザ・ボワールの村の、 領主だったと推測している。インジャ・ピエールと共に第一回十字軍に先立つ民衆十字軍の巡礼者たちを率いてフランスから聖地エルサレムへと向かった。ローマ教皇ウルバヌス2世は1995年11月クレルモン教会会議での説教でムスリムが支配するエルサレムへの軍派権とキリスト教徒への奪還を呼びかけた。エルサレムへ向かうことで 罪が許されるという説教に対し、西欧の庶民や諸侯は熱狂した。フランス各地の諸侯や騎士たちが準備を整える前に、インジャ・ピエールは熱狂した庶民を率いて、フランスを立ち1096年4月12日に、ケルンに集合したが、その中に、ゴーティエもいた。ケルンで、ドイツ人の合流を待つインジャ・ピエールに対し、ゴーティエは、 出発が待ちきれないという人々と共に4月15日にケルンを立った。ゴーティエの先発隊は新生ローマ帝国、ハンガリー王国、ブルガリアを横断した。ドイツとハンガリーではこともなく通過した彼らは、ハンガリーと東ローマ帝国の境界にあたるゼムンとベオグラードで略奪行為を行い、その報復を受けた。ゴーティエ一行は、東ローマ軍の先導で7月20日に、 コンスタンティノープルに到着し、インジャ・ピエールの本体と合流した。東ローマ皇帝アレクシウス一世コムネノスは、首都の近くに集まり市民との圧力の予想された民衆十字軍にボスポラス海峡を渡らせた。一行は、内輪もめを起こして分裂し、インジャ・ピエールは一行に自制を求めたが一行は、小アジアで略奪やルームセルジューク長との交戦を行った。 1996年の10月に民衆十字軍はセルジューク長軍の副兵にかかり、二階や近郊で壊滅し、ゴーティエもこの時に戦死した。ゴーティエは名誉、勇気、謙遜などを象徴する人物として、後に聖地騎士団の模範ともなった。ありがとうございます。